女の子が大好きなお話「ハート子の読み聞かせ」本「町売りの少女アンデルセン・ドア」「大晦日一年の最後の日です」「夜になった町は寒く雪が降っていました」「みんなが急ぎ足で歩いています」 早く家に帰って温まりたいおいしい夕ご飯を食べたいと思っているのでした女の子は道端でマッチを売っていました着ている服はボロボロで裸足ですマッチを買ってくださいお願いです呼びかけても立ち止まる人はいません朝からずっと女の子はマッチを売っていましたが一つも売れ,売れていないのです手も足も凍ってしまいそうに冷たくてお腹はペコペコでしたけれど家に帰ることはできません マッチを売らずに帰ったらお父さんにひどくぶたれるからです。なんて寒いのかしら。震えながらうずくまった女の子の目が輝きました。私はマッチを持っている。マッチをすれば暖かくなるんだわ。女の子は一本のマッチをすりました。辺りがほんのりと明るくなって見えたのはストーブです。火がゴーゴーと燃えていました。嬉しい。やっと温まれるわ。 喜んだ女の子が手を伸ばすとマッチの火が消えてストーブも消えました2本目のマッチをするとごちそうを並べたテーブルが見えましたほかほかと湯気を上げているのは丸焼きのガチョウですナイフとフォークを突き立てたガチョウは女の子めがけて走ってきました食べてもいいのね女の子がフォークをつかもうとするとマッチが消えました次のマッチをすると大きなクリスマスツリーが見えましたたくさんのろうそくを灯した ツリーはキラキララと光ります枝がどんどん伸びて天に届くほどになりましたきれいクリスマスツリーをすぐそばで見たいとずっと思っていたのよ女の子が笑った時マッチの日が消えましたツリーのろうそくは空高く上ってきらめく星になったのです星の一つがずっと空を横切りましたすっと空を横切りました誰かが亡くなったんだわ 流れ星が消えるとき、亡くなった人の魂が天に昇っていくのだと教えてくれたのはおばあさんです。もう依頼おばあさんは女の子を可愛がってくれました。女の子はまたマッチをすりました。明るい光の中に現れたのはおばあさんです。ああ、大好きなおばあさん、どうか私を抱きしめて。おばあさんはニコニコ笑うと手を差し出します。 女の子は温かい腕にしっかりと抱かれました。いつまでも私を抱,きしめ抱いていてほしいの。どうか消えないで。女の子は急いでありったけのマッチをすりました。辺りは日の光のように明るく暖かくなります。おばあさんのいるところへ私を連れて行って。天の国ではお腹がすくことも寒いこともなくいじめられることもないのでしょう。おばあさんと一緒に天の国へ行きて。おばあさんはしっかりと女の子を抱いて登っていきます。 高く高く星の向こうへ。新しい年の朝、雪は止んでいました。道端には女の子が横たわっています。かわいそうにマッチの日で温まろうとしたんだね。女の子の周りに散らばっているマッチの燃えかすを見てみんなが言いました。新しい年が明けるとき、女の子がどんなに美しいものを見たか、どんなに幸せだったか知っている人はいませんでした。